にちは、保護犬を救う男ミスターノバリーでございます。さて今日は、模範的な飼い主になって保護犬と仲良くなる方法ということで、模範的な飼い主のチェックリスト、をお話ししていきます。昨日はですね、片野ゆかさんの保健所の前、保健所犬の飼い主になる前に知っておきたいことという本の中からですね、特に保健所の犬を引き取るメリットデメリットということで、保健所とはどんな場所なのか、保健所の職員さんへの偏見がすごいんですよ、僕も誤解してましたということをお話ししました。今日はその続きなんですが、もちろんね、今回と昨日とで、完全に独立したコンテンツになってますので、ご安心ください。ということで今日はこんな感じでやっていきます。保健所というのはね、今でいう保護犬のことですね。この本が書かれた2013年はそういうふうに呼ばれていたそうです。ということで、まずね、模範的な飼い主になる方法と、あと後半では行政が殺処分をする理由ということでお話ししていきたいなと思います。ということで、まずは保健所犬と仲良くなる方法なんですが、これはね、もう本当に保護犬とかそういうことじゃなくて、犬と仲良くなる方法というのも読み替えてしまっても大丈夫な内容です。特にね、保護犬と初めて出会う場所、例えばこう譲渡会とか保護施設とか、保健所とか保護カフェとか、そういったところね、こう行ってみるんですね。保護犬っていうと老犬と思ってたけど、どうやらそうでもないらしいな。よし、ちょっと今週末会いに行ってみようか。あそこで譲渡会をやっているらしい。じゃあ行ってみようか。ということでね、行ってみたら、本当に老犬。老犬もいることはいるが、ほとんどは結構若い犬だな。なんだあの子は。おい、なんだよあの犬は。めちゃくちゃ可愛いじゃないか。すいません、犬、触らせてください。ダダ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 。ダメだ。これ一番やっちゃいけない、やりがちだけど一番やっちゃいけないことだそうです。ついついね、可愛い犬を見るとね、こういい子いい子したくなりますよね。でもね、特にこうやって頭を撫でる、これはね、一番やっちゃいけないことだそうです。人間っていうのはこう手の感覚、手の触覚っていうのが結構大事な情報なんですね。もうまず視覚で見て可愛いと思ったらちょっとこう触ってみたくなっちゃう、そういう生き物、生物なんです。犬は全然違います。犬の場合はね、嗅覚が優れています。ちょっとね、今度またレビューしますが、シーザーミランというですね、カリスマドッグトレーナーの本では、犬が相手を認識する順番っていうのは Nose, Eyes, Ears、 鼻、目、耳という順番で相手を認識していくそうです。鼻はね、よくわかりますよね、犬って匂い嗅ぐからね。鼻の次は耳じゃないのっていうふうに思いますよね。なんか犬がこう、ん？って言うとき、思い出してみてくださいよ。犬の場合、ん？と、なんだ？と思ったときに、ん？ってやりますよね。音からね、耳からどういうことなんだろうとか、っていうのを、認識しようとしてるということなんですね。なので、ワンちゃんの場合、鼻、目、耳の順番で相手を認識していきます。なので、no touch, no talk, no eye contact。触らない、話しかけない、目を見ないということで、犬はね、相手の緊張を敏感に察知する生き物だそうです。なのでできるだけリラックスしてから、犬をね、落ち着くのをまず待つんです。なので犬もね、初めて見るあなたに興奮をしていて気になっているんですね。それでワンワン吠えているっていう場合もあるんですが、それは単純に好奇心が溢れているとか、あとはもう興奮して気になっているだけなんですね。特にそれが犬の陣地、つまりこう保健所とかシェルターの自分のね、いつも自分が生活しているところに、見知らぬ人が行くときっていうのは特にそうだそうです。保護犬ではないんですけど、僕にも経験がございます。すごいね、小さくて可愛いチワワが、僕が行くとものすごい吠えるんですね。もうすごいんですよ。もうとんでもない勢いで吠えかかってきても、手出したらね、指噛みちぎるんじゃないかぐらいの勢いで吠えてくるんですよ。もう触るなんて絶対無理だな、 100% 無理だなっていうレベルで吠えられるんですけど、その子リードをつけて散歩に行ったら、これ同じ犬なのかこの子はと思うぐらい、もう静かにね、トコ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 歩いてるんですよ。で、触れるのかなと思って触ってみたら、普通に触れるわけですよね。なんじゃこりゃということですよ。で、同じようなことがね、この本でもね、事例として紹介されてるんです。なので本当に No touch, no talk, no eye contact ということで、触らない、話しかけない、目を見ない、もう絶対的なお作法です。ということで、もう初対面の犬と接する時のお作法、まず今僕が皆さんにやっているように、犬に向かって斜めに座る。
で犬が近づいてくるのを待つ。で近づいてきたらこうじゃなくてグーの手をグーの形にして差し出す。そしたら、犬がね匂い気になってとかって嗅ぎ出したら、舐めたりねしたらこう顎の下をこう触ってあげるということですね。これなんで斜めに向かって座るのかっていうとですね、まあ、犬のねその状態というか行動を見て考えていただければいいんですが、たまにこうなんかこう片足上げてる犬とかっているじゃないですか。あれって結構いつでも逃げられるように片足上げちゃったりしてる、まあ、要はちょっと緊張してるんですね。そういう時はもう斜めどころかもう真横を向いちゃってもいいぐらいということですね。で、保護犬の楽園で、ポチパパチャンネルさん、ポチパパチャンネルのポチパパさんの動画なんか見てると、もうとにかくね、野犬に、特に野犬とかそういう人に慣れてない子に、最初ね、こうなんとかこう、コンタクトしなきゃいけない。例えばこう、リードをつけなきゃいけないとかっていう時は、絶対にこう、正面からこうやっちゃいけないと。もう、ポチパパさんなんて、後ろ向いてやってましたからね。後ろ向いてやってたぐらいです。よくなんかポチパパさんもこう動画見てると本当は喋んない方がいいって言うんですけど、本当それはもうノートークの理論だと思うんですよね。まあとにかくですね、こういうことをして自分の運命のあの子を見つけるんですが、まあ保健所から引き取る場合はですね、事前講習っていうのを受けなきゃいけないんですね。でどんな内容を教えられるのかっていうのは本に書いてあったのでちょっとシェアしていきます。講習の内容としてはだいたい5つぐらいありまして、まず1つ目っていうのが保健所の仕事とは何なのか、で2つ目が殺処分の現状で、3つ目が愛玩動物に関する法律の説明、まあ要は動物愛護法の説明で、4つ目に犬の習性で、5つ目正しい世話としつけのポイント、まあこういったことをねお話しされるそうです。もうこれね、ペットショップだろうがどこから犬を飼う場合もね、必ず講習全員が受けるべきようなまあトピックですよね。なので、ちょっとねこの辺は今度受けたらまたご紹介したいなと思います。で、飼い主の資質を測るチェックリストということで14項目がこちら上がっております。でこれちょっとねすべてを、ご紹介することはね時間の関係上できないんですが、5つだけちょっとピックアップしていきたいなと思います。まず1つ目は、家族の全員が動物を飼うことに同意してますかと、これは本当に大事ですね。家族全員が同意してないと犬の世話はね、もちろん一人で全部するわけではないでしょうから、必ずね、同意していることと、あとは、個人的な話ですよ。特にね、会社員の方、奥さんにね、いつもより多めにありがとうって、ね、いつも世話してくれてありがとうって、言ってあげてください。こういうのが大事なんです。はい。ということで、2番目の家族にアレルギーがあるかどうか。これは本当に大切なんですよ。なぜかというとですね、ペットショップでこう衝動買いして帰ってきたはいいけれども、実は家族がアレルギーだった。という理由で手放す人が結構多いからなんですよ。これね、本当ね、元ペットの保護犬が保護犬になる理由で、もうめちゃくちゃ多い理由らしいんですよね。なので本当にこれ気をつけないといけませんね。あとよくありがちなのが、まあこれはしょうがないかもしれないですけど、子供が生まれてきた、後から子供が生まれてきた、そしたらその子がアレルギーだった、まあこういうことはね、まあしょうがない、こういうしょうがない場合はしょうがないと思うんですけど、まあできる限りね、もう最初から分かってるのであればね、それは防げますから、なのでしっかり気をつけましょうということですね。例えばね、僕も多分猫アレルギーなんですよ。ちょっとね、これ最近分かったんですけど、子供の頃は全然そんなことなかったんですけど、最近ね、猫アレルギーだなって思うんですよね。なのでね、こういうこともありますから気をつけましょう。で、3番目。今お住まいの施設はペットか？これは、保護犬ね、引き取るときに確実に、確認をされます。まあ当たり前だけど、当たり前なんですよ、これは。じゃあで自分の犬がペットかかどうか、それで可能じゃなかダメって言われているところに飼っちゃダメじゃないですか。分かりきってることなのに、意外とペット不可だけど大丈夫だろうと思って飼っちゃう人がいるらしいんですね。ダメって言ってんだからダメに決まってんじゃないですか。でもね、それも意外と多いんですね。で、あとありゅうよくあるのが、こんな大きくなると思ってませんでしたパターン。これもね、実はあるかもしれないんですね。今回、今お話ししてる、お住まいの施設はペットか。要は、ペットか
かもしれないけど、あとサイズ制限っていうのもねある場合があるじゃないですか。まあ小型犬だったら大体 OK かもしれないですけど、ちょっと中型犬大型犬になってくるとサイズオーバーしてしまうってこともありますよね。なのでそういった場合もあるんじゃないかなと思います。で、あとはね犬以外だとカミツキガメとかワニガメとかね、最初はこんなちっちゃいのを買ってきたのにどんどんでかくなって飼えなくなって捨てられてしまったという動物も結構いますよね。そして、次4番目、費用。これも当たり前っちゃ当たり前なんですけど、この本でね紹介されていた例で言うとですね、まあペットショップでローンを組んで買ったら、まあ1万円ずつ毎月1万円のお支払いでいいですよというふうに言われて買ってみたと。したらね、割とすぐに病気をしてしまって、まだそのローンを払い終わってない頃に病気してしまって、治療代でもうほんと月々1万円どころじゃ全然済まなくなってしまったということもあるそうです。まあ確かに、まあ病気じゃないにしても犬飼ってるとね、こうトイレシーツもいる、たくさんいるし、まあウェットティッシュみたいなこうおしっこ振ったり、拭いたりとか、そういうのも結構必要だったりしますよね。あとね、今いるペガちゃんはね、今ちょっと暑そうなんでこっちにいるんですけど、ちょっといいかな。おむつね、マナベルトをしております。まあ今トイレトレーニング中だからっていうのもあるんですけど、結構ねこれも毎回必要になったりするんですよね。病気とかしたらもっとかかるでしょうから、費用はね最初から覚悟しておかないといけませんよね。そして最後の項目、万が一飼えなくなった場合に譲渡できる先がありますか。これは必要ですね。前にペット信託の動画出しましたけれども、その時の、ね、若い人だって自分に何があるかわからないんだから、ペット信託とまではいかなくても、もし自分に何かあった時に代わりに、お世話をしてもらえる人は探しておいた方が良さそうですよというお話をさせていただきました。ご高齢の方だけでなくて、若い人だってね、いつ転勤したり結婚したり、どうなるかわかりませんよ。だから万が一自分が飼えなくなった時に、面倒を見てくれる人は、見つけておきましょう。でね、ちょっと今高齢者の方のお話が出たので、そろそろ高齢者の方の話題に移っていきます。よく保護犬は60歳以上の人は飼えないと聞くと思います。最近はね犬の寿命も伸びてます。なので小型犬だと15歳、まあ大型犬でもね10歳12歳と言われますよね。ちなみにね、うちで昔飼ってたパピオンのリズルちゃんは18歳かなまで行きました。65歳の方が子犬を飼ってしまうと、まあ、平均的に言うとね15年ぐらい、平均寿命で言うと15年なので、まあ、80歳になる頃までね生きるんですね。まあ犬だってね、だんだんこう衰えていくとは言ってもですね、世話をずっとし続けることができるのか、もう一度犬を飼って、子犬を飼ったら10何年、15年、20年、世話をしなければいけないということなんですね。もうちなみに犬の最長記録、犬の寿命最長記録、今のところ29歳。だそうです。という理由でですね、ご高齢の方を NG にしている団体さんも多いんですが、最近はね柔軟に対応してくれる、団体さんも増えています。ということで、ご高齢の方が犬を飼う、場合ですね、3つ選択肢があるかなと思っておりますので、それをねご紹介したいと思います。まず1つ目は、先ほども出たようにペット信託という方法があります。ペット信託はね、愛犬のために資産を残して信頼できる人とか団体に、そのワンちゃんと資産を託して世話をしてもらうというやり方です。後見人というですね、監視役をつけることもできるのし、まあ、ドッグフードこれを使ってください、これを買ってくださいとか指定することもできます。なのである程度安心なんですが、ただねこの信託方法、実はまだね歴史が結構浅いんですね。なので今後どのような問題が出てくるかわからないっていうことが問題としてあります。で、二つ目は、この本にも紹介されてるんですが、ご高齢のね人は高齢の犬を飼うという選択肢があります。例えばね10歳、まあ例えばペガちゃんなんかも比較的高齢犬なんですよね。今8歳ですから、8歳なんで、まあ比較的ね高齢シニアの犬ですよね。で、例えば10歳を超えた、高齢の犬であれば、まあ生きるのはね大体平均的に言うとプラス5年程度なので、その子のね最後をこう見取りながらね、ご自身も犬がいる生活でこう癒されながらお世話し続けることができるということですね。結構ね、若い人にこう飼育されていて問題行動を起こしていた犬が、まあ温和な温厚なご高齢の方の家庭に行くと、もうねこうなんていうんですか、張り合いがないというか、こう競争相手にならなくて、落ち着いて静かになったなんていう事例もね、この本では紹介されてました。で、もうほんとね、最近のご高齢の方はね、高齢者の方、元気な方が多いんですよ。僕のこのチャンネルもね、いつも見ていただいてね、コメントくださる方がいらっしゃるんですけど、78歳というふうにおっしゃってました。78歳の方が YouTube をやってる、見る時代ですよ。しかもコメントまでする時代ですよ。僕の祖父、
祖父とか祖母がね、78歳だった頃なんてもうひたすら新聞とテレビ、もうテレビをね、大音量でね、聞いていたというイメージがございます。もうテレビゲームね、その78歳のね、当時、祖母とね、一緒にこうゲームをやったことがあるんですけど、なんかもう動かし方がわかんないんですね。なのでキャラクターが、トコ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 って、なんか一歩ずつ前に進んでいくみたいな、マリオですよ。マリオが、トコ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 トンって歩いてるみたいなね。そんな感じですよ。まあ全くわかんないわけですよ。で、しかもね、インターネットの命も知らないわけですよ。まあまあまあ、当時はインターネット自体ね、普及してなかったですけど、まあでもね、最近のご高齢の方はね、もう本当アクティブな方が多いですね。本当に、三沢さんいつもコメントありがとうございます。ということでね、このチャンネルでも過去にね、何回か行ったことあるんですが、ご高齢の方が保護犬を引き取る第3の選択肢ということで、共同飼育っていう考え方ですね。実は今日、ご紹介しているこの本、共同飼育をしているですね、僕の友達のお母さんがこの本読むといいよと教えてくださったんですね。で、ちょうどその時その友達と、保健所の話をしている流れでこの本の紹介されたから、関心でタイトルもしかも保健所犬って書いてあるから、完全にね、保健所にいる犬を引き取る方法だと思って買いました。まあでも実は違いました。まあそれはいいんですけれども、でその僕のね、友達のお母さんは、ご近所のご高齢の夫婦とご夫妻とこのクロスケちゃんを共同飼育で飼われているそうです。夏はね、暑くてこう散歩が大変な時は友人の家に行って、まあ涼しくなったらご高齢の夫婦の、家に行く、そんなライフスタイルを送っているそうです。もう各家族が進む日本社会、地域社会とのつながりでご高齢の方も犬が飼えるようになる。これこそがね、保護犬を殺処分ゼロに、近づかせる一番の近道じゃないかなと僕は思いました。ということでですね、今日は終わりかと思いきやですね、散々保健所素晴らしい、保健所美化しすぎだよ、ノーバリー。そもそもね、なんで保健所は、では犬を殺処分するんだよ。そういう風に言われてしまうかもしれませんので、この本の第5章、動物愛護とは何か。から行政が殺処分をする理由、そして引き取り拒否が可能になった本当の理由ということでお話ししていきます。なんで殺処分をするのか、殺処分の歴史という動画をだいぶ前に上げています。見てみてください。殺処分の始まりはもともとは狂犬病だったんですね。狂犬病が流行すると、まあ、人間にも移ってしまうと。だから1960年に狂犬病予防法ができて、野良犬をこう捕獲するようになりました。ちなみに狂犬病というのはね、犬だけの病、狂犬というからね、犬だけの病気かと思いきや、実は哺乳類全般かかるんですね。日本国内でも今年フィリピンから帰国した方がね、狂犬病発症しましたけれども、狂犬病かかるとほぼ 100% 死に至るという恐ろしい病気です。で、その病気の予防としてですね、殺処分は始まったわけですよ。なので今でも狂犬病とか一部の特定の病気にかかった犬は殺処分が必要なんですね。これは日本だけじゃなくてドイツでもそうなんです。まあいろいろあるんですが、ざっくり言うとそれが行政が殺処分を始めた理由です。だから必要な殺処分は必要なことでもあるんですね。じゃあなんで引き取り拒否が多いんだと。ノーバリー、お前散々東京都の殺処分ゼロは引き取り拒否のせいだとね、糾弾していたじゃないかと。なんで急に手のひら返してね、今保健所擁護派に回ってるんだと。まず言いたいのは、僕が保健所批判をしたことはないんです。僕が批判していたのは某国の某都知事でございます。しかしね、なんで引き取り拒否ができるようになってしまったんでしょうか。引き取り拒否ができるようになってしまった、この表現がおかしかったんですね。そもそもなんで保健所が犬を引き取らないといけないのかということですよ。無責任な飼い主が持ち込むからですよね。動物愛護法改正前、持ち込まれた犬は、動物は保健所で必ず引き取らなければいけなかったんですね。これは動物愛護法第35条でそう決まっていたからだそうです。しかし動物愛護法第7条では修正使用義務というのが書かれてるんですね。要は自分の飼ってる犬をいらないっていうのがね、法律違反だということですよ。まあ表現の自由がありますから、その憲法で保障されてますからね、そういう言うだけなら問題ないんですけど、捨てるとかそういったことは法律違反になるということですね。で、修正使用義務がある、まあ修正使用が義務付けられているはずなのに、保健所に持ち込まれた動物は必ず自治体が引き取らないといけない。もう保健所は犬捨て山じゃねえと。いらなくなった犬をね、代わりにこう世話する予算もない。だから殺処分をせざるを得ない。保健所を殺し屋にね、仕立て上げていたのは、保健所の職員さんを殺し屋に仕立て上げていたのは無責任な飼い主だったと
ということだったわけですよ。とね、ここにね、矛盾が生じていたわけなんですね。なので、ちょっとね、この本でも紹介されているんですけれども、熊本の動物愛護センターでは、まあ、例えば、こう、飼い主がね、犬をこう持ち込んできましたという時に、もう一回考え直すように言ったりとか、しつけのね、アドバイスをしたりとか、時には声を荒げて指導をする、なんていうね、飼い主を叱るという、そんなことまでしているそうです。もちろん、もっと保健所に予算を割いて、こう、殺すっていう施設じゃなくて、生かしておく施設にする必要もあります。しかしね、殺処分がなくならない根本的な理由を生み出し続けているのは保健所ではない、愛護団体でもない、ペットショップでもない、他ならぬ僕たち国民だったというわけですね。動物愛護、特に法律に関してはペット先進国と比べて100年遅い日本、もちろん国も頑張らないといけないし、衝動買いをこう助長してしまうペットショップでの販売方法にも問題はあります。でも無責任な飼い主を根絶する、それが殺処分をゼロにする一番の近道ではないでしょうか。保護犬について知ってほしいと思って始めたこのチャンネル、日本の100年遅れた動物愛護精神をペット先進国の基準に持っていく、それがこのチャンネルの2020年後半、そして2021年のコンセプトであります。ということで、これからは気合を入れ直して今までの倍やっていこうと思います。気づいているかもしれませんが、昨日の動画からぶっ通しで、もう40分50分くらいか喋り続けて疲れています。こう見えて僕は会社員なので、これから仕事に行ってきます。